や自信がないんだよ、愛せるかなって。もし復縁したとしてもね、そのいや切実なことを言ってるよ二人とも。で今月もずっとさ一人で家で耐えてさ、つわりとかしんどくてさ、まあそれ辛いよ。で結果的に女作ってたわけじゃん。なんかそれでも私から愛をあげられないと思うんだよ。こんなにボロボロそりゃそうになって、そりゃそうだよ。それでも好きって言えないんだよ。そりゃそう。そんなに私は神様でもないし、そりゃそうだよ。さ子供のこと一番に考えないといけないし、これから最近もう精一杯なの。それで俺を愛もうそういう選択がもうできないんだよ。もう辛いの本当に、うん、俺のことを愛してって。俺配信をしてしまう俺を許してって言ってるの分かるよ。でも私も怖いんだよ。お腹の子がいるから分かった。ちょっと直接会って話すか。そうだね、まだちゃんと話もしたことないよね、うん、子供のことに関して、うん、ずっとこんな配信のネタにされて私だって悪いんだよ。だけどもう二人とももう無理なんだよこれ以上。じゃあもう奪い合ってるだけなんだよ。ミサを連れてってもいい？3人で話した方がいいと思う？それはおかしい？ちょっと俺が頭悪いから教えてくれる？3人で一度話す？私にさ、エルマリちゃんとブーちゃんとも合わせたけどさ、どれだけ辛かったか覚えてる？覚えてるっていうか分かる？私が今まであなたの元カノ2人と会ったことあるけど、あの時私がどれだけ辛かったか分かんない。なんで合わせたの？元カノと。配信のネタでしかないよ、そんなの。いや、面白いかなと。面白いかなと思ってネタでは合わせたの？ごめんなさい。申し訳ないけど、私からはもう何も与えられないよ、今の状況じゃ。疑心暗鬼になってるし、そんなね、どうしたらいいと思うって聞かれてももう分かんないよ。いや俺も分かんない。だから配信はやめれないから配信やっとくね。ミサちゃんどうしたらいいの？もう8時だからね。動物的すぎる。確かに俺はね、やっぱ一度きりの人生はね、思うがままに自由に生きたいからね。理性を働かしたくないからね。理性なんていらないと思ってるから。さあ、あなた今さ、すごい子供になってるんだよ。で、全てを許してほしいと思ってるでしょ。許されなくていいよ。俺は許されなくてもいいよ。だって違うよ。だってさ、俺が先般だよ。俺が悪いけど。何、理性が働かない？じゃあ自分もう寝てないからさ、頭が悪いしさ
もうわけわかんないんだけどさ、あなたは今自分はこんなにもダメな人間なんです。理性が働かないし、本当に罪悪感を感じてるのはわかるよ。あなたが本当にその女の子とも付き合ってしまって、でも子供ができてすごい罪悪感を感じてるのはわかるよ。ね、それを許してほしいって言ってるんだよ、あなたは。許してほしいって言ってる？許してほしいって言ってるよ、俺。許しはいらないよ。俺は許しだってさ。じゃあ俺は答え出してるじゃん。あ、わかった。うん、わかった。うん。配信をはやめれないっていう答え出してるから。じゃあどうでもいいのか。本当に。どうでもよくないでしょ。どうでもよくはない。まあ、だって理性が働かなくてさ、俺は好き放題いろんな人に仲良ししたいなって本当に思ってるってことじゃ。その言葉の裏返しにあるのはさ、俺はこんなに子供だけどそれでもお前は許してくれるのかって言ってるのと同じでしょ。ちょっとどういうこと？正解？俺、許しを得てるの今、くるみに。え、どういうこと？その通り、どういうこと？いや、だから、まあ理性働かす、好きなことやってきたけど、まあ、もう子供にはちょっと理性働かさなきゃダメなんじゃない、うん、それは思うけど、うん、子供にはね。なんかね、多分これそう3人話し合ってても意味ないと思うわ。もうほんとなんか専門的な人に見てもらうのが一番いいんじゃないかな。第三者。うん、第三者って誰？金梅さんしかいないでしょ。じゃあもう3人でカウンセリング行く？カウンセリング？カウンセリングに行きますか、3人で。カウンセリングって何？精神科？そのミサさんのさ、そんなにゼロワンのことが好きで離れられないわけじゃん。カウンセリングって何？精神を見てもらうの ?3 人の。じゃあ、精神以外何がある？精神、カウンセリングで精神を見てもらって、まず、精神状態を見てもらって、精神的に不安定な人を治療し、で、まあみんな健常者になってから話し合わなきゃ解決しないってことでいい？え、じゃあさ、あなたがさ、俺は、そう言ってるのと同じなんだけど、私は。あなたはね。そう言ってるのと同じだったら、じゃあ明日3人でカウンセリングを受けて、精神的に、落ち着き処方してもらって、そっからもう一度話し合いで決めるってこと。その薬とかはよくわかんないけど、うん、自分のことちゃんとわかってる。だから自分がじゃあなんかこんな不毛な配信してるけど結局何がしたいのって思うんだよ。ゼロワン先生が教えてあげるよ。カウンセリングするとまずくるみとミサは言ってることは大しておかしくないけど、あの 病人が一人いるんだよ。でそれ俺なんだよ。でも病気なの。診断するとまあサイコパスに近いと思う。うん。なんかもうそう言ってる時点でおかしいよね。おかしいかな、みんな。ふざけてるじゃん。ふざけてないでしょ。いや、サイコパスは自分で自分のことをサイコパスなんて言わないよ。言わないか？なんか本当にさ、真面目になって話せる？その例えばじゃあカウンセリングの人じゃなくてもいいけどさ、親に向かって話せるか？じゃあ親に向かって？うん、じゃああなたのお父さんと
4人で話せますか？お父さんにも話すよ、別に。今と同じ話をできますか？今と同じ話できるよ。真剣に目を見て言えますか？真剣に目見て、まあ、それで後悔しませんか？まあ、お味にも話すんじゃない？うん。なんかさ、ほんとさ、開き直ってるよね。いや、開き直るっていうか、どうしようもないじゃん。だって開き直るとかじゃなくて、